ですね、この作品の最初の構想が2004年ですね。ですのでかれこれ12年かかったことになります。まあ、最初のコンセプトにあったのが、12人の子どもたちが、集まって一つの事件に遭遇するという形だったんですけれども、その動機が何であるかというところを、もう死、12人が一箇所に集まって死のうとする、それで12人の動機というものがちゃんとはっきりして、作品のコンセプトが定まったという感じですね。12人の子どもたちがそれぞれの思いから死を求める。でそのためにある場所に集まってくるのですが、そこでとある出来事に遭遇すると。でその出来事を通してそれぞれの自分たちの生きてきた意味や生きる意味を見出していく、そういう物語となります。これまで僕はずっと SF と時代物を書いてきたんですけれども、それがようやく一巡して、この現代というものがようやく輪郭が浮かび上がってきたと。もともと SF 時代物現代物を三本柱で書こうと思ってたんですけれども、まずやっぱり SF と時代物を書くことによって自分ならではの現代物というこの枠組みがようやく見えてきました。現代物をいつか書こうと、思ってはいたんですけれども、そのかれこれデビューから20年目でようやくここまで到達できました。これからは現代物と時代物と SF と3つの時代を同時に書けるようになりたいなと思っております。